今回の腹筋やばい。はい、皆さんこんにちは、タートルです。プランクをめちゃくちゃお腹に効かす方法として紹介していきます。膝つくプランク、足を伸ばすプランクはいろいろあると思うんですけども、実は片方膝、片方足を伸ばすことによって、すごくお腹に効かすことができるんです。そこで今回ポイントが3つあります。肘をクロスして組みます。膝を片方だけつける。足をつま先ではなく足の甲をつける。この3つを意識して行うことで、通常のプランクよりも何倍も腹筋に効かすことができます。お腹に効かすことができると、反り腰が治る。姿勢が良くなる。食後にお腹が出にくくなる。体幹が身につくので、エクササイズのフォームが良くなる。それでは紹介します。今日も一歩前進しましょう。まずは四つん這いになって、プランクの時にはお腹に力を入れないといけません。そのお腹に力を入れる感覚をまずは身につけましょう。四つん這いの状態でお尻を締める、緩めるってことをまず20秒繰り返しましょう。いきます。スタート。肩甲骨を上げるんではなくて腰を丸めるイメージです。ちょっとずつお尻を締めながら腹筋を締めます。これができないとプランクがね効きません。はい、 OK。 それではプランクに入ります。普通はつま先で肘をこのようにつくと思います。これは体が前に出てしまうとお腹に効きません。体が前に行かないように足の甲をつけます。そうすると体が前にも後ろにも行きません。そこで手をクロスします。クロスすることで体がさらに前に行きにくくなります。この状態で片方は膝を伸ばして片方は曲げときます。こういう感じです。これを20秒間やります。10秒後に足を入れ替えてください。息はできるだけ長く吐きます。いきます。スタート。足は甲をつけときます。効く。はい、足入れ替えて。片方膝伸ばして。あと少しですよ。頑張って。よし。OK。まずはね、あんまりお腹に効く感じがしなかったかもしれませんが、だんだんと疲れてきます。いきましょう。それではいきます。スタート。しっかりね、腰をねグッと丸めて頑張って。足入れ替えてしっかり腹筋締めてグー、腰丸めて OK。 だんだんとねお腹の力が減ってくるんで、もっと効いてきます。あと3回。それではいきます。スタート。しっかり腰丸めてお尻が上がらないように頑張って。前にかいてしっかりね腰丸めて、うわ頑張って、よし OK。 うわー疲れてきてる、効いてる。あと2回。よっしゃ。ちょっと疲れてきたよっていう人はね、つま先立ててもいいです。でも膝はこういう感じ。いける人は足の甲でいきます。スタート。はあ、きつい。しっかり腰丸めて頑張って。足入れ替えて腰が反れないようにお尻締めて、よいしょ。うわー、あと1回で終わりです。頑張っていきましょう。肩だるいよーって人はね、こういう風に置いてもいいです。少し腰が痛いよって方はね、つま先立てていきましょう。ラスト。スタート。つま先と肘はこれでもいいです。この代わりしっかり腰を丸めて、よし。足入れ替えて、うわー、腹筋がどっか行く。帰ってきた。お疲れ様でした。どうでしたか今回のプランク。最後まで頑張ってできたよって方、グッドボタンやコメントで教えてください。腰が痛かったよとかね、3回しかできなかったよとか、そういったことも教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。